今日はですね、モルモットの赤ちゃんがたくさん生まれてまして、うちに今たくさんモルモットがいましてですね、もうたくさんいるんですよ。だからちょっとね、販売しようと思います。なのでうちでもしモルモットが欲しいよっていう方がいましたらね、ぜひ見に来ていただきたいなと思いまして、販売してこう、みんな動画で紹介しようと思います。じゃあ順番に待っていきましょう。ちなみにうちはちゃんとお店になってますんで、見に来たらねちゃんと買える状態になってますんで、はい、この子ですね、モルモットのイングリッシュの子ですね。イングリッシュっていうのはまあ普通 のストレートの子で、毛が短い子ですね。白が多めでとっても可愛い子です。にゃんこ先生の子供かな、この子。何ブルブルしてんの。ブルブルせんでいいよ。おい、可愛い子だね、この子ね。うん、うん、よし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 、うん、見せてあげて。はい、この子1番目のモルモットです。2番目のモルモットはこの子、この子なんか後ろの方の髪の毛が長くて、シェルティっていうか子ですね。シェルティっていうのはこの後ろの方がちょっと髪が長い子、シェルティっていうんですけど、シェルティの子になります。よしよし。モルモットね、いろんなタイプの毛質の子が生まれてですね、それぞれ品種の違う名前の、品種になってます。すごい特徴的だよね、この子ね。他の子と違う可愛い子だよ。割とおとなしいしね、うん、よしよし、いい子だ、いい子だね。この子2番目の子です。じゃあ次の子いきます。ここに白いワンポイントがあるんだね、この子。ここ以外は全部コーヒーみたいな色。前足か、うん、ここら辺が白いね、うん、はい。ちなみにね、今の2匹はオスです、両方とも。この子もオス。この子他と性格がちょっと違うね。おとなしい、おしとやかな。この子はここら辺に茶色が入ってる子ですね。にゃんこ先生っぽいよね、この子ね、すごく。目の周りに茶色が入ってるのが特徴的かな、この子。白と黒と茶色の3色の子です。で、顔にだけ白が入ってるね、この子。こういう感じで顔に白が入ってて、目の周りだけ茶色いみたいな特徴の子です。おとなしいですね。おすすめでございます。11月の子か、この子たち。11月に生まれた子です。はい、この子は4番目の子ですね。この子も白と茶色と黒が綺麗に分かれてる子です。ほら、真ん中で、真ん中に黒が入ってて、白と黒が綺麗に真ん中で分かれてるみたいな感じ。
感じとかですね。顔はこんな顔してます。この子オスです。今まで紹介した子みんなオスです。でこの髪型からしてこれはアビシニアンですね、うん、こっちとこっちに両方渦があるという子です。なので真ん中の毛がちょっとね、あの上に立ってて可愛いですよね。ここら辺からちょっと上に、あのソフトパンクみたいな感じで、ソフトモヒカンかみたいな感じで立ってると、可愛い。この子ね、他の子と違って耳が黒いんだよね。耳白っぽい子多いよね。そうでもないか、そうでもねえか。そうでもないか、うん、でもおとなしくて、まあ可愛い子だ。みんなね、持つとね、結構あの手にこうやって持ってあげるとみんな結構おとなしくしてるんですよね。いい顔してるでしょ。この鼻の入り口黒いんだね、片方だけ。あ、本当だ。ええやん。そんなんええやん。面白いと思って、うん、はい、じゃあこの子は4番目の子です。はい、この子はね、他の子とだいぶ違ってかなり白の多い子ですね。で、つむじがね、あのかなりいろんなところに乱れて入っている、アビシニアンのホワイトみたいな感じの子ですね。でちょっとベージュの薄い色みたいなのが入っててね、とっても品があるお顔をしてますね。綺麗でしょ。で通れん。顔もね、他の子と結構ね、特徴的で違うんだよね。顔だけちょっと濃い色が入ってたりする。まあ、全体的に白が多いのは間違いないんだけど、うん、綺麗なミルクティーみたいな色してる。そうだね、ミルクティーみたいな色だね、この子は、うん、でね、この子の一番特徴的なのはね、この子がね、一番モルモットっぽい、プイ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 鳴くね。餌とかで、ね、やってやると思う。この子はプイ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 ってちゃんと鳴いてくる。ちゃんとっていうのもなんだけど、あのモルカーみたいな鳴き方する子だね、この子は本当に。なんでモルカー好きな子は、好きな子はって違う、モルカー好きな方はね、この子おすすめです。まだ若い子ですね、この子。あの去年生まれて、去年いつだったかな、この子。去年の9月の子ですね、この子。ほら、耳の色違うでしょ、さっきの話。黒いこと。あの、明るい色をしてるんだね。ピンクっぽいような。顔の途中にもさ、なんか角みたいにさ、つむじが入っちゃってるの、かわいいよ、顔の真ん中に。やんちゃ坊主です。でも、女の子ですね。この子は女の子。じゃあ、次いきます。この子は5番目だっけ。この子は、この子は、この子もアビシニアンか。渦が両方ともにある子。でも髪の毛がそんなに長くないから、アビシニアンっぽくもあんまないんだけど、まあでも、イングリッシュではないから、アビシニアンだね、やっぱり。うん、黒と茶色と白の子で、白が少ない子だね、この子。この子後から生まれた子、11月に生まれた子だったかな、うん、ちょっと後から生まれた子、まだ少し小さい。この子おとなしいね、だいぶ。メスだね。メス組の子。あ、メス。この子メス。うん。はい、6番目の子はこんな感じです。じゃあ次行きます。
はい、あとはですね、先週生まれたばっかりの、赤ちゃんがね3匹生まれてますんで、その子たちもねまだ今はさすがにちょっと早すぎるんですけど、生後4週間目、1ヶ月ぐらい経ったら、販売可能になりますんで、その子たちも、販売予定です。まだねちょっと小さすぎるんで捕まえて出すには、難しいかなと思ったので、あれなんですけど、一応ねあそこにいるあの白と黒の子とこっちの白が多い子が2匹っていう感じですね、これはね、2月の28日に生まれた子が3匹います。はい、そんな感じで、生体なのでね同じ特徴の子は2匹といませんので、早い者勝ちみたいな感じにはなるんですけども、かなりねあのホームセンターとかで出てる価格よりはもうだいぶ安く出してますんで、ぜひモルモット欲しい人は見に来てみてください。じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。